はじめまして、私はベンチュービーです。私は人間関係の専門家です。今日のビデオは、引力の法則のコツを説明します。今日の方法は、くつ方法です。なぜこの方法は効果的ですか？あなたは、この方法をやりたいから、神、いい。この目標、あなたの目標を書いてください。その後で、この紙は、あなたの靴で入れてください。あなたは、歩くとき、あなたは、苦手、目標のアイディアを考えます。だから、この方法は、とても、効果的です。時間をあげましたから本当にありがとうございます。次のビデオで一緒に会いましょう。